トラマンエイティウルトラマンエイティ He came to us from the star の春でした。のんびりと平和な日本でした。けれどもこの春の中に満ち満ちている危険を人に先駆けて感じている一人の青年がいました。日本の各地でまるで怪獣のためとしか思えない様々な異常な現象が次々と起こっているのだ。人々は誰もそのことに気づいていない。いいのだろうか。新入生諸君、入学おめでとう。今日から諸君はもう子供じゃない。中学生なんです。自分に責任を持って、勉強にスポーツに大いに頑張ってください。それでは、新しい先生を紹介しよう。体操を教えてくれる相原京子先生と理科の大和武先生。校長先生、大和先生はまだ。え、そりゃ困ったな。おい、女の先生だぞ。なんだ、女か。体操できんのかよ。やったー。校長先生、体操教えます相原京子です。皆さんよろしく。おい、ガヤ来るぞ。遅れてすみません。理科を担当します大和武です。よろしく。これが僕のモットーなんだよね。人には一生命をかけてやらねばならないことがあるよな。その大きな目的を達するためには、その人が今いるところで今やってることに最大の力を尽くす。つまり一ところに命をかける、そういうことが必要なんだと僕は思うんだよね。僕はほやほやの先生、君たちもほやほやの生徒、お互いこの教室で命がけで頑張ろうな。落ち着け、机の下に入るんだ。たけしだけにしか感じ取れない怪獣の気配だった。先生、何見てるんですか。いや、実はな、もし怪獣が出たとしたら君たちはどうするのかと思って。あんな小さな地震で怪獣だなんて。そうね。いや、笑い事じゃないんだ。よし、
それなら、起立、駆け足、東京近郊にある地球防衛軍極東エリア基地。この基地の地下に怪奇現象怪獣専門のチーム UGM がある。なんだろう、小さな地震じゃないかな。でも地震にしちゃこの点滅が変だわ。キャップ、小さな地震じゃないかと思うんです。この点滅は何ですか？怪獣だ。まさか。だってキャップ、怪獣はこの5年間一度も出現していないんですよ。キャップだけですもんね。実際に怪獣と戦ったことがあるのは。さあ、それよりさっきの続き、さっきの続き。失礼。そうね。UGM の大山も怪獣の気配を感じていた。しかし、平和に慣れた隊員たちの士気は大山の焦りをよそに低下しきっていた。よっ、やったー。あれ、キャップは北へ向かっているな。さっきの異常な震源も北だったけど。草が枯れている地帯がどんどん南下している。何も起きなければいいが。なんだなんだ、ちょっと走っただけで。頑張れ。どうしたどうした、ちょっと走っただけで。だらしがないぞ。ほらほら先生。ん、体育の時間でもないのになんでかけなきゃならないんですか。世の中省エネ省エネでやかましいのにさ。腹減った。よし、わかった。じゃあ本当のことを話そう。この野原をじっと見ていつもと違うところがないか調べてほしいんだ。よく観察してみろ。ないわよ。なんでしょうね。君たちはさっき怪獣はでっこないと言ったな。しかしそれが怪獣が出る証拠なんだ。そんなことどうしてわかるんですか。科学的証拠を提出していただかないと単なる人騒がせです。だから証拠はみんなの目の前にあるんだ。春の真っ盛りだというのに心当たりだけ冬のままだ。そんなのが証拠ですか。これはですね、除草剤をまいたから草が枯れてるだけです。いや違う、この辺りをよく観察するんだ。動物、植物、鉱物、少しでも変なものが見つかったら先生のところまで持ってくるんだ。さあみんな一生懸命頼むぞ。これも理科の勉強の一つなんだからな。こんな石まで変色している。この地下を怪獣が通った証拠だ。あ、どうもすみません。いや、君もか。はい、そうです。僕は今日学校に来るギリギリまで日本の各地を見て回りました。怪獣だ。僕は醜い心や悪い心、汚れた気持ち、憎しみ、疑い、そういったものが寄り集まって怪獣が生まれてくるんだと思います。そして今の世の中には醜い心や悪い心が満ち満ちています。怪獣は出ます。地球の人はどうしてこんなのんびりしてんですか。君は随分熱心なんだね。え、あ、地球の人と言ってたけど、まるで宇宙人みたいだね。いや、僕は中学の教師をしています。ノーベル博士、見てください、この子供たちを。
このまま育てば怪獣になってしまうような子供もいるんです。僕は怪獣の生まれてくる根本を叩き潰したいんです。僕は怪獣と戦うのと同じような気持ちで先生になったんです。なるほど。新米の先生だからまだなってないんですけど、でも今にきっと生徒たちから信用され必要とされる先生になるつもりなんです。そう、頑張ってください。はい。大和先生、あなたは生徒たちから信用されず必要とされない先生です。そんな新学期の第一日目から勝手に学校外に連れ出して怪獣が出る証拠を探せ、それでも先生ですか。しかしもかがしもありません。そんなことをしていたら先生失格です。十分注意して二度とこんなことをしないように。いいですね。あの大和先生、怪獣が出そうだっていうのは本当なんですか。本当であるわけがないじゃありませんか。怪獣ごっこがやりたければ学校を辞めて遊園地にお勤めなさい。政府関係者も科学者連中も否定的だ。しかし今日出会った一人の青年は私と同じ考えだった。でもキャップ、誰かが準備しておかなければ大変なことになる。本日ただいまより UGM は臨戦態勢に入る。はい、はい、はい。大山は孤立無援だった。しかし今自分と同じ憂いを抱く青年を見つけた。不思議な青年だった。彼のような青年が UGM に必要だと大山は痛切に感じていた。つまりそういうことは怪獣出現の前触れ以外の何もんでもないと思うんですよね。大和先生は何ですか。ロマンチックなんですね。ロマンチック。え、だって怪獣って一種のロマンでしょ。いや、ロマンじゃなくて先生の趣味なんでしょ、怪獣って。いや、ねえ、大和先生、ロックは好き、それともやっぱり演歌が好きなのかしら。ええ、相原先生、職員室で本当に怪獣かって聞いてくれたのはただ教頭先生に叱られてるのはかわいそうだったからなんですか。いえ、そんな、やっぱり怪獣なんかでっこないと思ってるんですか。大和先生、私は失礼します。大山さん。よ、あなたは UGM の方だったんですか。うん、5年間力を蓄えてきた怪獣だ。かなりのやつに違いない。草木の枯れた状態や石の変色から見て放射能に似た強烈な熱線が武器だろう。それに地面の下でさえかなりの速度で移動していることから地上に現れた際の動きはかなり素早いはずだ。それをどう封じるかなが、実戦を知らない地球防衛軍や UGM の戦闘機が怪獣の動きについていけるか。大山さん、あなたのお考えは全く正しいと思います。キャップ、レーダーにすごい影が。よし、出動。はい、異常の隊を登れ。はい。怪獣映画を行動でやるのかしら。素敵。もう、まったく。
漫画の読みすぎなのよ。本当なんです。早く生徒たちを一箇所に。黙んなさい。天中殺かね。いや、その怪獣出現という毛の出た占いは王朝先生、まあ当たるも八卦、当たらぬも八卦というからね。なんだなんだこれ。おい、されていった。 UGM はその主力戦闘機スカイハイヤーシルバーガルを投入した。畜生、ダメだ。もう本当に出やがるなんて、もう。78星雲からやってきたウルトラマン AT だった。しかしウルトラマンに変身するところを見られたら地球上にはいられないのだった。you
ン80が地球上で活躍できる時間は約3分間だった。ウルトラマン80は子供たちの声援を受けて最後の力を振り絞った。山間だかなんだか知りませんが、怪獣の出現を予告したのは大したもんです。でもいざとなったら真っ先に逃げ出してしまうなんて、先生失格です。あなたはクビですと校長先生がおっしゃると思うわ。お呼びです。はい。大和先生、 あのごめんなさい。いえ。校長先生に頼み込んでね、放課後と日曜日、君を UGM に借りる許可をやっともらったところだ。は？ただしこのことは他の先生にもね、生徒たちにも内緒だよ。はい。これからはね、UGM と学校、2か所で一生懸命頼むよ。はい。こうしてウルトラマン80大和たけしの物語が始まった。レッツゴー UGM! UGM! この星は美しい星、誰もが愛する、青い星。この星を守るのが我らの使命、何か怪しいものが来る、正体不明でやってくる。センバー UGM、 テイクオフ UGM、 スペラヘッ UGM、 チャッチャッチャッチする強大なエネルギー、暴れ狂う謎の怪獣ギコギラ、 UGM との壮絶な戦い、地球が危ない、大和先生が危ない、恐怖と混乱の中で幸男少年の見たものは何か。次回ウルトラマン80、先生の秘密。